人は自然から遠ざかるほど病気に近づく病気は食事と運動とによって治すことができる 歩くことは人にとって最良の薬である。 食べ物で治せない病気は医者でも治せない。食べ物について知らない人がどうして人の病気について理解できようか。 食事を薬となし何時の薬は食事とせよ人は誰でも体の中に100人の 名医を持っている私たちの内にある自然治癒力こそが真に病を治すのだ真に病を治すのだ 病気は人が自分の力をすもの病気は人が自分の力を持って自然に治すものであり医者はこれを手助けするものである病気は人が 自分の力を持って自然に直すものであり医者はこれを手助けするものである人はありのままの自然体で自然の 生活をすれば120歳まで生きられる心に 起きることはすべて、体に影響をし、体に起きることもまた、心に影響する。賢者は 健康が最大の喜びだと考えるべきだ。賢者は健康が最大の喜びだと考えるべきだ。